今、緊急で動画を撮っております。ええ、この度ですね。ええ、とんでもない情報がですね。ええ、来てしまいました。その、とんでもない情報とは、配信者による先行プレイ映像。汗人諸君は言うだろう。マジッピッ。と。マジッピッ。そう、2024年6月16日、レッドブル公式チャンネルにて、エルデンリング DLC における、複数の配信者による先行プレイ配信が行われた。具体的に何人の配信者が参加していたのかは不明だが、その配信の前半においては、エルデンリング本編のプレイ配信を、そして、後半においては、DLC のプレイ配信が行われたのだ。なお、先日公開された、各メディアによる先行リポート映像では、本当に一部のプレイ映像だけだったが、今回の先行配信は、冒頭のプレイ動画がそのまま見られる。そう？ネタバレ配信である。ということで、今回は、その配信の中で特に気になった箇所について、配信映像を引用し、披露してまいりたい。なお、ピックアップする箇所を具体的に言うと、新たに登場する敵やアイテム、そして、追加される武器種などだ。それでは、電話急げということで、早速見てまいろう。映像、開始。まずは、変な鳥。ストームビル城とかにいるやつに似てる。結構硬そう。次は、例のミミズみたいなやつ。めっちゃいる。こいつ、敵なのだろうか。めっちゃ切れた。クラゲと同じように、一匹怒らせると、周りのミミズも怒ってしまうらしい。怖い。なんか入っとる。次は、影っぽい黒い人。影の地における雑魚敵っぽい。人だけではなく、犬もいる。無抵抗なやつもいれば、好戦的なやつもいる。次は、新しいタリスマン。直訳すると、慈悲の刃。効果は不明。トレーラーにも出てきていた、火の売り。攻撃範囲広い。後ろに回り込んで倒す必要がありそうだ。これだけでかければ、倒せる気がしない。はい、そう。これは、ミケラの足跡だろうか。祝福もあり、NPC もいるようだ。先行プレイでは話しかけないようだ。二人いる。この黄色いやつ、触れるようだ。先行プレイでは触らないらしい。このアイテムは、メディアリポートにもあったやつだ。このアイテムを祝福で使うと、攻撃力と防御力が上がるらしい。ただし、影の地のみでしか反映されず、本編エリアでは、効果を発揮しない。
裏を返せば、影の血は本編よりも難易度が高く、このアイテムを集めないと、太刀打ちできないのだろう。プレイヤーに反映されるものと、霊体などに反映されるものがある。全部でいくつあるのかは不明だが、影の血における綿密な探索が必要になってきそうだ。影の血の騎士。串刺し甲、メスメル側のようだ。狭間の地では見かけない武器を装備している。That is a Radagon looking attack. We saw him use a slam on the shield that is very reminiscent of the tree sentinels. I've also seen movesets that aren't really evolved in the previous series, in the previous series, of course. 本編で言うと、中盤ぐらいの強さだろうか。ちなみに今は150レベルっぽい。Right. So with the Milady's special stance, we scimitars that are reverse gripped. Yes. So that's. なんか燃えとる犬がいる。Oh, that's interesting. We did,熱くないのだろうか。強そうなのもいる。普通の雑魚だった。That is very unlike any of the over each other. This is exactly the 仲良し3人組。一人の兵士をいじめているらしい。メスメルの反対勢力っぽい。なんか、ものすごい顔面をしている。それほど強くはなさそう。次は、ボス戦。ボス部屋の前には、NPC のサインもあった。メディア情報によると、正式名称は、神獣獅子舞のようだ。異廃を呼ぶようだ。死属性っぽいブレス。だが、死属性ゲージは溜まっていない。回避不明。イミコみたいな角がいっぱい生えている。あと、横方向にも長い体をしている。回避不明。Very clean jump. This might be an opening to do some damage. Oh, but you are very, very low on HP. 強い。ちなみに、この後もチャレンジしていたが、結局、倒せなかったようだ。ここからは、別のダンジョン。気持ち悪い敵。なんかものすごい。配信者もドン引きしている。意外と硬そうだ。So I can't tell if that's what's going on. You almost look like the anatomy of a heart, or it could be
basically, just, yeah. I'm sorry. That is basically what is with our first. Mm. 最後に、ダンジョンのボス戦。名前を直訳すると、呪われた葉の迷宮。ああ、こいつは、以前動画で取り上げたやつ。その後、メディアリポートでも取り上げられたが、一応、中ボス的な立ち位置だったらしい。なんか思ったより小さいな。でもかっこいい。なんかとんでもないダメージ出た。ちなみに、撃破すると。異廃ゲット。動きからして普通の雑魚には見えないので位牌としてもなかなか優秀なのかもしれない。なお配信中に位牌として召喚することはなかった。以上。とりあえず早くやりたい。やはり、実際にプレイ映像を見てみると、早くやりたくなる。ここ数日、トマトちゃんは、食事か、睡眠か、風呂か、エルデンリングだけしかしていない。そのせいで、トマトちゃんの脳内では、現実世界と狭間の地が混在している。早くやらせてくれ。おかしくなっちゃう。しかし、逆に考えれば、あのまま急に DLC をプレイしてしまうと、興奮しすぎて発狂してしまう恐れがあった。その中で、今回の配信を見ることによって、興奮が分散されたというか、発売当日は少しは冷静にプレイできそうだ。レッドブルさん、配信アダッス。なお、今回は披露ということで、配信から一部の映像をピックアップしたが、新武器種の細かい検証をしている人もいたので、もし、配信全体が見たいというアセストがいたら、レッドブル公式や配信者の個人チャンネルを、覗いてみて、アーカイブを見るのも良いだろう。他にも、感想などがありましたら、コメントなどいただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。ついに、来てしまう。